カムサハムニダ、稽古目を澄ませてで稽古を演じました岸井ゆきのです。韓国の上映で動員1万人を達成したと聞きました。とても嬉しく思っています。もうご覧になった方もまだの方もぜひ劇場でご覧ください。韓国の皆さんこんばんは、稽古目を澄ませて監督の三宅翔です。公開始まってからすでに1万人もの方が映画館で見てくださったこと、本当に嬉しく思っています。ありがとうございます。まだまだ上映続きますので、ぜひ周囲の方に稽古目を澄ませてを進めてください。そしてもう一度映画館で見てください。はい、笑顔でお願いします。耳は聞こえていませんが問題はないです。もういいんじゃないの。プロになってそれだけですごいことなんだから。小川選手がボクシングをする理由は何だと思いますか。それは何だろうな。